こんばんは。広島県三原市にあるレミニスからお届けしております。お客様宛てのおむつケーキの録画を配信しながら録画しております。ちょっと見てくださってる方は、それでも4人いらっしゃるので、何かご質問ありましたらぜひ書き込んでください。ちょっと録画用なので淡々とお話を進めていきます。今日はおむつケーキのお問い合わせありがとうございました。ネット上の方に、載ってるおむつケーキっていうのが少ししかなくて、今後、追加がアップされるのかとかですね、予算に応じて作れるのかっていう問い合わせをいただきまして、今、画像で写ってるのは2段の男の子用のおむつケーキなんですが、これでだいたい、そうですね、4000円ぐらい。で、中身は、これはメリーズのおむつで作ってあります。で、おむつケーキ、メリーズのおむつケーキで2段。で、上にラシエズロングっていう、フランスの雑貨店がデザインして作ってるベビー食器、メラミンですね。メラミン食器のスープカップと、あと中に、そうですね。ちょっと画像がわかりにくいんですが。見えるかな？ダブアダブダブの増産カスタネットと、セラフというブランドのガーゼハンカチが入ってます。で、それから後ろもこうなってまして、これが、ラブアダブダブの男の子用のお食事スタイルですね。の2段のケーキになってます。とっても可愛くて人気です。次は、こちらが女の子用のものになります。ちょっと一人でやってるんでいろいろ不具合がこれはこちらは、こちらもメリーズの、おむつケーキですね。これは1段で、女の子用。これでだいたい、3000円ぐらいです。で、お客様の問い合わせの方で3000円ぐらいがご希望ということだったので、まあ、1段でこういう形にするのか、左側の男の子のように2段がいい場合は、小物をちょっと少なくなっても、まあ、そのボリューム感で、2段にするかっていう。まあ、いろいろ中身を変えて、ご予算に応じて作れるので、いろいろそういう楽しみもあるかなと思います。で、この女の子の方の中身は、上に載ってるのが、ガーゼハンカチ。で、くるまれてるのが、うちの、契約作家さんである、ゆうさんの、手作りのベアーです。これちっちゃいんですけど、すごく手とか足も動く感じですごく細かく作られていて、とっても可愛い感じです。後ろにこちらもダブアダブダブの、映ってるかな、お食事スタイル、リブですね、が入ってます。こういう感じになります。よろしいでしょうか。ちょっと今回は、今でもそれでも6人見てくださっていて。特定のお客様に、のご質問に対するお答えとして、ちょっと録画を配信しながら行ってます。大体こういう感じで。そうですね、はい。最初にお話したんですけど、そのご予算に応じて作れるので、お問い合わせをいただいて、派手めのカラーのもので作ってほしいですとか、あとナチュラル系のものがいいですとかいう形で、その内容に応じてお作りしてます。はい。
じゃあ、ここで、一旦、録画用ですので、止めて、11時ぐらいに、16日に開催した、PFR ストーリー3のイベントの中で行った、お弁当コンテストと、コスプレコンテストの、結果発表の方を、ちょっと、まあ、それも録画のためなんですが、配信しながら録画しようかなと思ってます。ちょっと、予定は未定で、一応計画っていうか予定だけなんですが、一応11時の予定です。はい。じゃあ、おむつケーキの方はこちらの方で一度切りますので、通りがかりでしょうか、見てくださった方ありがとうございました。じゃあ、終了しまーす。